おはようございますお寺の朝から始まる安養な生活あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト今週は群馬県安中市総統州龍さん雲門寺副住職古谷光大さんですトークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を 代わりでお届けしますこのラジオはノートマガジン「松本昇恵の北条庵」よりお送りします。 おはございまあぼちぼち、ね、その昨日まで結構その修行の話をねちょうど降りてきたばかりなので聞いてたんですけどうーんまあこれもまたちょうどいいタイミングなのかなと思うんで、はいまあ、そもそも修行に行こうと思ったっていう、まあ、それは あ言い換えるとまあお坊さんになろうと、うん、今このタイミングで思ったまあその経緯とかもねなんかいろいろ個別にもななんかこうおしゃべりしたことはありましたけどなってみてっていうところからこう振り返ってでもともとよし今修行に行こうと今お坊さんになろうと。 そして、まあ、お坊さんになって、山を降りて、こんなことやろう、あんなことやろうとかっていうビジョンも、なんかやっぱその経験を通して影響を受けるところってあると思ってて、なんかその辺をね、伺いたいなと。そうですね。<う>まあ、その、まあ、永平寺、同じ修行僧、いろいろみんな、うん。過ごしてきた経歴は違えど、まあ、多くは、 仏教系の大学を出て、うん、そのまま大学卒業を1年目で永平寺に修行をして、まあ、数年過ごして立派なお坊さんの修行を全うして、うん、戻ってきてお坊さんになるっていうのがまあ非常に多い駒沢、ね、大学の卒業式に出ずにそのまんま来るコースす。なんかよく、はい、あの聞きましたけど、はい、古谷さんは、まあ あのそのルートじゃない仏教系の大学出ずに、まあ、普通の総合系の大学を出てで、まあ、その時に大学卒業時に、まあ、まず永平寺に行くか行かないかの選択を、まあ、迫られるんですが、うん、そうですねあのそもそもが、えー、と群馬の、はいえー、お寺で生まれ育ち、はいうん、で。 えー、いずれはやるのかなっていうのはあったんでしょう、ねはい、要はもう自分の父親、うん、えおじいちゃんおばあちゃんからも「いやお坊さんになるんだよ」っていうふうに言われて、うんうん、しかもそれに疑問も持つことなく幼少期を過ごし まあいつかはお坊さんになるんだろうなあと思いながらまあおそらくこれはお寺に生まれた人多くの人が結構そうだと思うんですけど、うん、まあ自分もそのうちの一人ででまあ中学出て高校卒業してまあ大学進学の時ですねそもそもなんでお寺やんなきゃいけないんだろうっていうまあモラトリアムみたいになって <laughs> まあ確かにお寺に自分は何かの縁で 生まれれてきたけれど選択して生まれてきたわけじゃないし、うん、なのになんでそ自分がやんなくちゃいけないんだろうっていうふうに思って昔から言われていた「立派なお坊さんになるんだよ」っていうその言葉が反省して「いや俺は自分の人生自分で決断して生きていきたいんだ」って思って。 大学卒業時に多くはさっきお伝えした通り永平寺に行くんですけれど、まあ、そうじゃなく就職活動をしてまずは一般の一般社会今の社会ってどうなんだろうっていうのを経験したくし、うん、たくさんエントリーシートを出してたくさん面接をして面接をしてたくさん内定を取りそうですそうですでまあ会社決めて入ってで 過ごしてきてきそうですねなのでそういった意味ではまあ多くのお坊さんの方が歩んできたルートとはまあちょっとだけ違う歩み方で永平寺には入りましてでその永平寺で修行を過ごす中で、まあ、いわゆる まあ同番語っていうんですけどいわゆる同期同じ年に上がってきた同期とまあたくさんやっぱり苦楽を共にするんでいろいろなコミュニケーションをとることがあって僕の中ではやっぱり一番聞きたかったのはみんなにここに永平寺に来ることが疑問じゃなかったのか抵抗がなかったのかっていうのはすごいやっぱお坊さんの友達もいなかったので率直に聞いてみたくて、まあ、やっぱ話す時間もあるんで聞いてみると。うん 大体8割9割はみんな疑問に思ったことがないっていう感じだってそういうもんだもんっていう、うん、でよくよく話聞いてみるともう例えばもしお坊さんじゃなかったとしたら何になりたかったとか何やりたいみたいな話になった時に大概ないんですよねはい、はい、いや考えたこともないみたいなだって考える必要もないし、うん まあ生活もお坊さんでできるし、うん、まあ趣味でこういうのは好きだけどみたいなのありますけれどお坊さんっていうものがなくなった時にやりたいものはみんなやっぱりなくて、うん、その時やっぱちょっと自分あこうやっぱみんなと一緒じゃなかったっ <laughs> ちょっとショックだったんですよ、うん、そこで意気投合できると思ったんですよ、はい、だよねみたいな。 でもどっちかとというと高台こそでそうこうだってお寺でいいじゃんってっ、うん、まあ明確に理由を答えるいやまあそれはそうなんだけど、うん、って言葉に詰まってしまうわけで <laughs> そうかうん確かにそうやって聞き返されると、うん、結構詰ま,詰まるかもしそうですねでまあ永平寺の修行って 要は、お坊さんになるために過ごす修行期間なので、うん、やっぱりそこで求められること、要は、指導だったり怒られることって、永、うん、平寺の言葉を使うと、しゃばいことはすごい怒られるんですね。<laughs> しゃばいことは怒られるんだ。例えば、うん、使う言語が、カタカナ語とか。あああ、ああ。 そうなんです。そうです。要は会話するときに、こうやって、この前先輩と、こう、誰々さんとこういうふうにコミュニケーション取ったんですけど、みたいな話すと、喋ゃんだよ、みたいな。<laughs> 会話でいいだろ、と。確かに、まあそうなんですけど、要はその、しゃばいことがすごい、基本的にご法度なんですね。うん、それ、なんでなんだろうって考えたら、いや、お坊さん、お坊さん、たらしめてるものって、しゃばくないことなんです、ね。 はいはい、要は厳かに何かを執り行うことだったりとか <laughs>、うん、一般の人とは違う言葉選びだったりとか、うん、所作だったりとか、うん、それがお坊さんたらしめてるものだからしゃばいことしたらお坊さんじゃないから怒られるんですね。そそうかそうかなんだ <laughs> それがすごく自分は、うん、結構つらかったことなんですかって言われたら「いや好きなもの食べれなくて」とか「睡眠時間短くて」とか、うん、よりも一番上に来てそうかなんか不用意にこうフィードバックとかダメ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 です反省とか <laughs> <laughs> 反省会とか <laughs> っていうので,、うん、でなんでそれが自分の中で 辛いんだろうと思った時に考えてたのがえしゃばくてていいじゃんっ思た別にお坊さんってそこが一番それはその質問は今でも自分に繰り返していて、うん、答えは分かってないです、ねはい、しゃばくないことを求められてたけれど、うんうん、なぜだろうそうです なぜ「半若心行」をラップにしてはいけないのかそうです,ですそうですそうですそうですでも <laughs> 多くの人からは分かりやすくてよかったとかあの半夜心行のラップの YouTube のやつも、うんうんはいあそうそう「古谷広大半若心行」で検索すると YouTube で見れます、ね、<笑><笑>ありがとうございますあらやねあのえへじ前のそうですね ねえあれもそれ求めてる人もね,ね喜んでくれる人もいるんだけどやっぱりよしとしない人もやっぱりいて、うん、それ何かっていったら結局シャバいからでうんうん。うん 要は、かけ離れた存在じゃなくちゃならない。はい、はい。それがお坊さん。うん、昔から続いてきている。シャバからね。はい。うん。けど、その YouTube もしっかりすごい、ま、伸びてて、求められてるのは、そのかけ離れたお坊さんじゃなくて、うん、同じ目線の、 うん、シャワい方が求められてるんじゃないかなって個人的には思っていて、うん、なのでさっきの話に戻ると「えお坊さんじゃなかったら他にやりたいことないの?」って質問の時に出てこないっていうのはいわゆるそのかけ離れたお坊さんになることを使命として。うん 頑張ってたら多分そうなるんですけれど。うん、でもいや、他に俺実はバンド組みたくてさとか、<laughs> それっていわゆるシャバいことになるんで、うん、求められてないことになるんですけど、うん、その業界の中で。はい、まあさっきの話、私だと多分、多分みんなが求めてるのは、まあきっとそれ,それを求めてる人もいるとは思うんですけど、うん 全部が全部そうじゃないと思っていて、もっと近くの、さっきの項目でお話した、仏教の考え方とか、エッセンスを、もっとわかりやすく持ち帰ってきてほしいって思ってる人もいると思うんで、うん、やっぱりそこに、自分がアプローチしていきたいな、 これも多分アプローチも多分えじゃって怒られるんですけど。<laughs> アプローチです。って思いますね。そうか。まあ、しゃばいっていう表現自体も大概しゃばいなって思う。そうですね <laughs>。うん。もうちょっと正しく日本語を使いましょう。確かに確かに。気もするんですけどね。<laughs> なんかどうだろうな。うん。 そういう時に、なんか、まあ、お坊さんが集まって、そういう種類の会話の盛り上がりをするときに、まあ、これ僕の感覚ですけど、そんな別にデータも何もないけど、はい、に、あの、想定されているシャバが古いんですよ。うん。<laughs> と思ってそうですね。うん。で、すでに失われた、 うん、な,なんかもうもはや過去のシャ婆を想定してでそこに合わせてお坊さんらしくあろうとしているような感じもして、うん、その通りうんでなんか僕あんまりシャ婆をなめちゃいけないと思っているというか、うん、やっぱその時ね時代時代の苦があるわけだし、うん 仏教もそこから始まっていてで仏教がそのコンテンポラリーっていうとまたシャバイんですけど <laughs> <laughs> の同時代性を、うんえー、保つっていうこといやちゃんと今に生きる教えとしてあるっていうことはそのまあシャバイっていう言葉を使うならそのシャバさの 最前線が今どこにあるのかっていうことをよくよく見た上で別にそれに迎合するとかでもなくよく迎合っていう言葉もなんか出がこの業界出がちだなと思うんですけど翻訳者であるためにはそれは釈尊の,の言葉であれ道元禅師の言葉であれ。 翻訳者であるためにはやっぱその両方に精通していないとできないと思うしあんまりねそのシャバさ加減っていうものをうんその気上のところで語っても本んなんかいやもうそのシャバさ シャバはもはやないんですけどす、ね、なりがちな気がしてて本当にそう思います、うん、そこは注意したいですねそうですね、うん、間違いないなんでそのずっと長く伝統仏教が続いてきてるっていうもちろんいい側面もあるんですけれど変わらずに来ているっていう、うん、一方で変わっているのも事実でうん。 今を生きる人たちが昔と今が違うようにそうなった時に、まあ、考え方とかは変わらないにせよその考え方を伝える手段はどんどん変容していくべきであるっていうふうには思いますね、うん、そうですねでそれをこうちゃんとあの踏まえた上で 何をどう翻訳できるのかでそうしないとなんか中途半端にまたこうそこじゃない今そこじゃないシャバさんに巻き込まれていったりして、うん、それこそね永平寺で言えば足元であの大手ディベロッパーの開発が進んでいたりして <laughs> 割と。 自,自前でしかもそのシャバさちょっと本当に今それなのかなみたいなところもね僕詳しく知らないんじゃないですけど、はいまあ、いろいろあると思うんですよね、うん、だからよっぽどお坊さんほどなんか絶妙なところをいかないといけない、うん、結構ねそこはうんちゃんと染まらなくていいけど。 よく見ておくっていうのは大事だと思います、ね。そうですね、確かに。そう思いますね。うん。うんと、何の話だっけ。<常>に <laughs> 何の話だっけ。って言って、まあ、見えてきた。はい。まあ、こと。そうそう、あ、だから、そうね。まあ、昨日までは結構、その、新鮮な感覚も。いや、きの話も聞きつつ。 今日はちょっとまあ別に批判ってわけじゃないけど、うん、まあ違和感とか、はいうん、その辺もこう感じたっていうところでその通りですねうんでそんなことでまあ今日はこの辺にしておいてまた明日そうですねちょっとこれからの話とかもしましょうかはい、はい、ありがとうございましたありがとうございました いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ「radio.templemorning.com」ドネーションのページをご覧ください ここからは音の巡礼のコーナーです全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧くださいトークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしておりますそれでは今朝も 音の巡礼へ行ってらっしゃいえ昔より作るところの諸々の跡 虫のとんじん地による、真いより生ずるところなり、一切れ今皆三下し立てまつる、人心身受けがたし、今すに浮く、仏法を聞きがたし、今すに聞く、この身根性にのせずんば、さらにいずれの将においてか、この身をどせん、来週もろともに死神に三方に消えし立てまつる。 自ら仏に消えし立てまつる。まさに願わくは主将と共に、大道を退下して無上意を起こさん。自ら方に消えし立てまつる。まさに願わくは主王と共に、深く胸像に入りて知恵海のごとくならん。自ら僧に消えし立てまつる。まさに願わくは主王と共に、大衆を通りして一切無下ならん。 西向こう人未来祭、不摂症、不中等、不イン不毛語、非語、不悪、不良絶、言論、不信任、不邪権、おんぼうちったぼだはだやみ、おんぼうちったぼだはだやみ、おんぼうちったぼだはだやみ、おんさんまや里番、おんさんまや里番、 上人人未明の方は百千万号にも愛をことかたし我今検問し樹事することを得たり願わくは如来の真実意を下せんことを物説マーカー半夜腹見た心行 漢字在防作行事、繁屋原見田寺、昇見後、雲海空道一斎空約、斜利知式、不意空空、不意四識式、即税空空、即税式、重層行式、悪業行税、斜利四季、 正方、空想、風称、風滅、風空、風情、風像、風言税、航空重、無色、無重、創業無限に美、絶身に、無色、将校、未足法無限界内史。 無意識解無無妙役、無無妙人内し、無老死役、無老死人無苦従滅道、無知役、無徳、意無、正徳、公坊、大殺隊、般若野、羅三田、行心無、敬猶、無、敬猶、公務、う、九、ふ、御、一、切天道無、無、則、 え、はん、さんぜ、しょうぶつえ、はんや、はら、みた、こうとく、あのく、たら、さんみゃく、さんぼう、こうち、はんや、はら、みた、ぜ、だいじん、しゅうぜ、だいみょう、しゅうぜ、むじょう、しゅうぜ、むとうど、しゅうのじょういす、くうしんじ、ぷこ、こうせつ、はんや、はら、み、 収束、接種圧、や、てす、や、て、腹ら、や、て、腹ら、そう、や、て、ぼうそわか、や、しんよ。おんあぼきゃべろしゃの、まかぼだらまに、はんどま、じんばら、はらはり、たやうおんあぼきゃべろしゃの、まかぼだらまに、はんどま、じんばら、はらはり、たやうに、 オーバボキャベロシャノー、マカボダラマニ、ハンドマジンバラ、ハラハリータヤウン。オーバーキャベロシャノー、マカボダラマニ、ハンドマジンバラ、ハラハリタイウン。オーバーキャベロシャノー、マカボダラマニ、ハンドマジンバラ、ハラハリーカイアウン。 返上金剛、南無代詩返上金剛、南無代詩返上金剛、南無工業大師南無工業大師南無工業大師願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主要と皆ともに仏道上乗こと。 このポッドキャストはノートマガジン松本証券の北条案よりお送りしましたお経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でしたゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしておりますそれではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう